ちは、西尾です。前回、やったのが千夜という太麺を使ったパスティーヨ、前々回が太麺を使ったラ・ナーという、これもまたあんかけの太麺料理ですね。そして今回がコアガイという、これもまた太麺の千夜を使った料理です。僕の中でこの3つがですね、千夜三部作と追い続けてやってまいりました。そして今日がなんとその千夜の最終章です。コアガイ、まあタイ料理詳しい方ならね、もちろん知ってるとは思うんですけれども、知らない方も結構いるんじゃないかなと思います。知らない方いますかね。これでなんか初めて知ったっていう人いますか。それでちょっとコメント欄で教えてもらいたいです。どれぐらいのメジャーなのかマイナーなのか、僕の中の印象ではですね、マイナーな料理なんじゃないかなと思ってます。僕は好きでちょこちょこ食べに行ってますけれども、コアガイ、このタイ語ですね、コアっていうのは炒めるという意味です。で、ガイが鶏、料理名はそのまま見るとですね、鶏炒めなんですけれども、これに騙されてはいけません。主役は鶏肉ではありません。主役は先ほども言ったようにこの千夜太麺です。名前だけ見るとですね、本当にただの鶏の肉の炒め料理のように見えるんですが、もう千夜にとってもこんな不遇なことはないですよ。自分が主役なのに料理名に冠さられてないというですね、鶏にとって代わられてるわけですよ。もうクワガイの、まあ鶏じゃなくても制すると思います。豚でもいいですし、まあ、あとシーフードでも、まあ、やろうと思えば別にいける。ただこれ千夜がですね、他の麺になっちゃうと全然違う料理になっちゃいます。それぐらいクワガイにとってはやっぱり千夜が命です。このクワガイですね、実は2つ僕の中ではタイプがあって、1つがまあ普通に鶏肉千夜、あとまあエビとかイカとか炒めてちょっとレタスを添えるというタイプ。もう一つがものすごく熱した鉄の鍋で鶏とまあ千夜を炒めるんですけれども、もう炒めるというよりはもう焼く感じですか、両面を。そのタイプの2つがあって、僕は後者の方が好きなんですね。で、このタイプのクワガイで有名な店、まあ僕も取材したことはあるんですけども、まあその URL はちょっと記事の URL は概要欄にしておくので、気になる方は見てほしいんですけども、非常にねシンプルなんですけど、うまいですよね。千夜の底力たるやと、こいつはなかなかやるなと。普通のクイティアを食べるときは一切千夜食べませんけども、やっぱりラ・ナ・パスイユ、そしてクワガイ、この3つやっぱり千夜なくしては語れないという位置づけになっておりますね。私の家のですね、安物簡易カセットコンロではもちろんそんなですね強火が出せるはずもないんですが、どこまでできるかちょっと今回挑んでみたいなと。千夜三部作の最後を飾る一品としてですね、まあ、今回ちょっとやってみたいと思いますので、また今回もよろしくお願いいたします。今回使う材料はこんなラインナップです。非常にシンプルでございます。鶏肉、千夜、卵、刻みネギ、そして味付けに使う、まあまあこれ西洋カオかでございますね。
なんとか我が家の簡易カセットコンロでですね、作り上げましたクワガイでございます。このですね、上に乗せた卵のプルプル感、もうちょっと本当は固めた方がいいんですけど、ちょっとやっぱりこの辺は火力の弱さがですね、出てきちゃいましたね。はい、まあでもきつね色に仕上がっていい感じだと思います。で、クワガイなんですけども、だいたいこういうのはですね、チリソースで、いただくのが一般的です。これですね、名前がシーラチャーソースという名前がついています。シーラチャーってチョンブリー県の町の名前ですね。まああそこが名産なのか、ちょっと、まあ、これをですね、クワガイにかけよう。こうね、はい、チリソース、じゃあいただきます。おお、うんうんうん、あ、やっぱり表面カリッとしますね。結構そこにはこだわって、途中でちょっと油追加したりもしましたから、いい感じですよ。うん、もうね、中はもちもちです。いわゆる繊維のもちもち感があって、そこはもうパリッな、外側はパリッとしてる。これはね、シンプルなんですけどいいんですよ。このシンプルだからいいんだよな。でもシンプルだから難しいんですけど、うん、ちょっとね、この卵も潰しながら食べてみましょうかね。これちょっと見えます。おおおお、本当はこんな半熟じゃないんですけど、うん、あ、でも全然半熟でもうまい。むしろ半熟の方がうまい。うん、うん、あ、半熟いいね。うん、半熟いいよ。改善点を挙げるとしたらですね、もうちょっと鶏肉ちっちゃく切った方がいいかな。もう若干、あとはもうちょっともうちょい薄い方がいいのかなと思いました。ちょっと厚すぎるかな。もうちょい炒めてもいいですね。あとね、気合い入れてもうちょっと時間かけて、もっとパリッとしてる方が、うん、うまいと思います。だから家でやるときはやっぱこう結構こう押してですね、繊維を何回も何回も表面を焦げさせるぐらいの勢いでこうやる方がカリカリに仕上がるかなと思います。ちょっと僕押しが足らなかったですね。もっと押した方がいい。もっと多分これね、良くなります、僕のクワガイは。まあ、ということで、繊維愛三部作、一旦ですね、このクワガイで一旦区切りをつけたいなと思います。まあ、今後もですね、やっぱり繊維愛を使った料理を極めていきたいなと思います。まあ、ラートナーしかり、パッシーユしかり、このクワガイしかり、繊維愛の魅力をですね、さらに広め、そして日本でも生のね、繊維愛の麺が食べれる日が来ることを私は切に願いつつ、繊維愛親善大使としてですね、私勝手に名乗ってですね、普及活動に、勤しんでまいりたいと思います。それでは今回はこれにて終わります。ごきげんよう。